交通系のものもあるんですけど、うん、使う時っていうのは使いますかイエスノーって判定がないんですよ、うん、そのままかざしたら使える、まあ、だからこそ便利なんですけど、うん、じゃあ例えば僕がこのパソコンに電子マネーを決済できるような通販サイトを自分で構築して、はい、電子マネーのリーダーっていうのが市販で手に入るので、はい、こっそりこの袖の中に電子リーダーを入れて、で自分で買い物して決済画面まで行ったら、うん、誰か近くに携帯持ってる人がいたらシャリーンと落とせると思います。マジで怖いよ。未来のスリーや、ね、本当だ未来のスリー。あくまでも今回はスマホハッキングによる被害